今回なんですけど、はい、リリーちゃんが芝体験をしてみたいということで。あ、いい、自分でやらせや、自分で。今日の体験だから。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ。なんか当たりきついですよ。きついですね。やば、重っ。やばいっすね。あー、寝ないと。寝ないと。言い過ぎして、そ、女の子でも頑張ってる子が多いで。絶対お疲れ様です。さっ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 さ、今回なんですけど、リリーちゃんが芝体験をしてみたいということで。はい、お体験してみたかったんですよ。女性でいるんですか？僕の初体験でも20、どうですか、女性で職人さんでいるんですか？動画で見るとか聞いたことあるの？それぐらいのレベル。現役職人から見て女性は厳しいですか？重たいから。重たいし、臭いし、汚いし、体臭がやばくなる。一番嫌なのそれ。なんか危ないで、落下とかしない。先生なの今日。はい、お願いします。どうした意気込みは？筋肉には自信あるんで。ちなみになんですけど、これが今13キロぐらい。13キロ、マジですか？13キロだったらいけると思います。これ何枚持てる？2枚で切り。とりあえずじゃあ 1枚から、まあいろんなもんね、運んでもらいましょうか。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、ゴーよ。はい、到着しました。到着しました。すごい、なんか重そうですね、これ一個一個は。やったことないですか？はい。まあ大体最初は大きいものから順番に。でもこの中で大きいものといえばこれですね。1880。乗ってみていいですか？これでも多分6キロ、7キロぐらいしかない。手伝えるよね。運んでみようか。はい。はい。僕らちょっと手伝いますか。はい。ふざけとるがや。あ、じゃあ何を運んだらいいですか、リリーちゃんは。インパチの柱。はい、はい、今からです。1本から。1本から。はい、これめっちゃ狭いから。つけたらマジやばいですよ。ですよね。つけたらめっ詰まっとんね。ほんと怖い。あ、すいません。ちょっとすいません。ありがとうございます。あ、いい、自分でやらせや、自分で。今日の体験だから。次に本ぐらいいけんじゃん。あ、でももう1本しかない。あ、これやる。いけるよ、もっといける。いける。体験もね。これコツありますか？普通に見たらわかるよね。これやば。まだ。ちょ、早く行けよ。早く。詰まってるよ、後ろ。何やっとんの？後ろめっちゃくちゃ詰まってる。めちゃくちゃ詰まってる。あ、じゃあ、じゃあ、で、こういうの、これこういうのいかんの。倒れちゃうの。倒れて道路にバーンって出ちゃったら車に当たっちゃったりする。はい。ちょっと気をつけようか。はい。普通にわかるよ。普通に考えたらわかるよ。はい、行こう行こう。まあ、もういい。それはないでしょ、さすがに。それダメだっつって。それちょっと邪魔かな。そんなの体験ちゃうやん。竹町なんかもいつでもモデルって、そんなとりあえず、とりあえずだけです。ギリーちゃんもさ、その女だからってさ、そうやって力ないから、そういうふうにやるよくなくなって。体験ちゃうやん、それ。うん、お、先持ってっとけよ、俺ら。では。なんか、きつくないですか？お二人。なんか、当たりきついですよ。きついですね。なんでしょう。いや、なんかいつももっと優しいんで、本当に。あ、まあ、ゆっくりね。はい。 あ、じゃあ最後これ入れますね。この汚いものが触ったことないやろ。いや、触ったことなさそうだもんね。なさそう、なさそう。汚れとるものとかさ。あ、ポンポンって入れちゃっていいですか？わかりました。やば、重っ。やばい、すねが。あー、やっとんの最後ね。全員を買って拾わんで。入らせや。いい、入れてや。自分で拾えよ。自分で体験なんで。いい、大丈夫、大丈夫。やらせろ、やらせろ、やらせろ。マジどんくせえ。普通に乗せるだけ。めちゃくちゃ軽いやん。こう、こう思ったわ。こう持って、はい、下のジャッキだけを。説明いらんしょ。普通にここ持ってさ、見たらわかるじゃん。さっきから俺持ってたの。デラどんくせえっす。どんくせえ。とりあえずね、つもが。つね。はい。真ん中に。真ん中、あ、ポンと。はい、つね。はい。体験。はい、せい。早く。走ろう。これ、インパチ間違えとるやん、これ。誰これ、つんだろ。リリーちゃんだ。いや、リリーちゃんだ。俺見たもん。違うっすよ。積んどったね。どっち。いや、積んどったね。自分で積んだやろ。積んでないっす。どっちか。どっち？リリーちゃんが積んだろ、マジでこれ。いや、自分のことや。おかしいやん。自分でやったらやったやん。いや、多分違うっすよ。何嘘ついたの？
これ見たら分かるやん、全員。なに、嘘。いや、覚えてないです。なんで自分がやったことやん。全然違うやん。そうっす。そんなん子供でも分かる。こういうのがロスなんだ。適当にやって体型って甘く考えとらん。なんか、はい、甘く考えてもらったら困るよね、やっぱ。マシは嘘ついとるでね、普通に。ね、なんで嘘すわかんでしょ、普通に考えて。もうやったらごめんなさい。厳しくないですか。いや厳しいって。でも体験できとるのもさ、俺らだってお前仕事したら、お前初めてですって言えんやん。初めてですって言って殴られたりしょったんだもん、俺らね。さあ当たり前の世界や。自分で考えたら分かるじゃん。管理やっとるでしょ、自分で。自分の現場の管理持ってるでしょ。管理がこんなことやったらまずくない。舐めとんだって、普通に現場を。舐めとんでしょ。そうかもしれないですね。俺舐めとんじゃん、自分で認めとんじゃん、それ。はい、ふざけとるがや。言い過ぎじゃないですか。ドッキリですか。じゃあドッキリじゃないよ、本当にマジで。じゃあ本当に体現したいって言ったもんで。絶対ドッキリですね。ドッキリじゃない、ドッキリじゃない、マジマジ本当に。思った以上に怖かった。そう。そしたらなんか間違えたとかしとるやん。でも言っちゃ、でも言ったんだよ、俺はね、普通に。じゃやるからにはじゃあマジでやってよっつって。そしたらね、こんなダラ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 やって。そうそう。何泣いとんの。何泣いとんの。は何泣いとんの。もう会っとけ、会っとけ、いいよ。ほら、女だって、こういうのが。涙出ちゃった。こういうのが女なの。じゃあ涙出しとんだよ。泣くんだって。すごい。じゃいいって、分かっとけ、分かっとけ。本当に泣いとった。女だって、そういうことするんだで、うん。ね、女だって泣きゃいいと思ってるって。そうそうそう。そういう意味もあってるでしょ。女って終わってるでしょ。おかしいっすって、絶対。いや、女の子で、ね、確かに頑張っとる子が俺で。言い過ぎっすって、そう。女の子でも頑張ってる子が俺で、いいと思うよ。叩かれてもいい、全然別に俺らはね。言い過ぎっすね。それが仕事だよ。使えんしね、これ。言い過ぎっす。YouTube。使えん、使えん。使えん。普通に無駄だった俺らが。来て。僕らの方が無駄じゃないですか。撮影やって、まあ、それはなんだよ、それは本当ごめんな、うん、俺はおそらく分かっとるよ。 それはなんかリリちゃん連れてきてさ、だって俺はそれリリちゃんのせいになるじゃないですか。だって逆には俺はムカついとんの、そのリリちゃんにね。真面目にやってないもん。それは最低してやっとるっすって。見とったじゃないですか。やってない、全然。そんなもんすか。ジャッキも落としてさすがにかわいそうっすか。全然かわいそうちゃえ。絶対謝った方がいいっす。え、それはできんよね。生半可な気持ちで生きとるもんで、こういう風になるわけでしょ。謝った方がいいっす。いいんだよ、人全然逃げ出せ。分かっとけ。謝った方がいいっすって。涙出とんすよ、普通に。分からん、本当かどうか。じゃ本当だって。じゃ見たじゃないですか。本当に普通に涙見た。見たっすよね。嘘泣き。嘘泣き、嘘泣き。決めつけるのよ。そういうのできるもん。できるかどうかなんて、なんで分かるんですか。だってあいつそういうやつだもん。そういうやつ分からんじゃないですか。分かるよ。じゃ分かる、分かる。何で分かるんですか。そういうやつだもん。見たけど、それはだから自分の、そういう生き物やん。自己防衛、自己防衛。で泣いたら多分許されると思ったやん。カメラ、なんでカメラ。もういいっすか。もういいカメラ全員いるけど、これウリエちゃん、泣いた。泣いてないよね。泣けよ、ウリエちゃん。あ、泣けよ、そう、泣いてない、泣き。はで、撮ったやん。で、嘘泣きはできるやん、嘘泣きって。嘘泣き、決めつけるのよ。そういうのでもできるもん。できるかどうかなんて、なんで分かるんですか。だってあいつそういうやつだもん。嘘泣きって言ったやん。ほら、ほんと、ほんとのこと言ったらね。ずっと言ったのに、全然違う。演技ですね、演技で。いや、めっちゃ頑張りましたよ、なんかもう。ね、話の出来事めっちゃ想像して頑張ったんですよ。すいません、かばってくれたヒントになります。優しいね。優しいです、優しい、優しい。うわぁ、やばいよ。女の涙は強いですね。なんだき企画は今日は女性の涙で徹底的にいじめて泣いたら監督はどういう反応するか、まあそう、敗訴ね、そうですね、ちゃんと怒るのかっていう企画でした。そしたら案外行ってきた。ちょっとマジキレたろうかなちょっと思って泣いとったっすもんね。あの涙見た。本当だって。じゃあ見たじゃないですか。本当に普通に涙見た、見たっすよね。でもめっちゃ頑張りましたよ。普段マジでしないですからね、こんなやつ泣き。もう前の日からもう神経集中させてたんですよ、累計に。さすがです、さすがです。 YouTube に始めて、まあ案外簡単も起こってきたっていうね。まあ よかったよね、逆にね。そう、まあ俺だったら逆に目上の人だったら、だってさ、そうっすね、怖いよね。終わったじゃんね、終わったじゃん。大丈夫です、はい、大丈夫ですね、ドッキリ。はい、じゃあチャンネル登録といいねお願いします。お願いします。ザッ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 。これだけ。はい。また見てね、また見てね。